僕と結婚してください。そんなんでするわけないじゃん。え、なんで。内科、心療内科、失恋科。失恋のショックで本当に人間の脳に傷ができることが最新の技術で分かったんですよ。患部を切除しないとあと5年は生きられないと思ってください。外科手術と化学療法で根治できる可能性が高いです。素敵な結婚相手がすぐに見つかりますよ。テルオくん、愛ちゃん、私は別れたつもりないし、今でもテルオくんを愛してるよ。テルオくんは私のことどう思ってるの？これは失恋の傷が病気として扱われる世界のお話。恋愛なんてもともと病気みたいなものじゃないですか。冷静な判断なんてできない方がきっと人生は楽しいんです。僕は失恋か。彼女にも失恋の傷ができてるっていうことはないですか？失恋の傷ができるのは 100% 男性ですから。